い、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画はミスミラージュのジェルを使って天然石風なネイルをやっていこうと思います。それではどうぞ。はい、じゃあ今回はこの3色を使うんですけど、これね、これめちゃめちゃ可愛いのよ。この色可愛いでしょ。このパッケージもキラキラしてんのかなって思うでしょ。キラキラしてるんですよ。カラージェルの中にこれはゴールドのラメが入ってますね。これすごい可愛い。なんかこのカラージェルのなんかシリーズが他にもあって、それもねちょっと入手したんですが、この辺アートの前にカラーを見せたい、可愛いから。あ、これはフィルムがくっついてね。これなんかシアー系のホワイト、ちょっとピンクっぽいホワイトなのかなに、これもゴールドのラメが入ってます。かわいいね。これもゴールド、これベージュにゴールド。このカラーの中にゴールドのラメってすごいかわいいなって思ってたんですよね、私。で、持ってなくってそういうの。これもなんか綺麗、パープルっぽい。それなんかたまたまね、あ、見つけてちょうどいいじゃんって、めっちゃかわいい。あとはね、なんかブルーとグリーンもあるけど、ちょっと開けてないんだよね開けてない。あとね、これブルーとグリーン絶対かわいいやん。これうわかわいい。これもう単色だけでかわいい、単色塗りだけで。ほらめっちゃかわいい。これとか個人的にすごい好き。はい、以上です以上です。かわいいから全部紹介しちゃった。はい、で今回使うのは、よいしょ、ブラウン系のジェルの中にゴールドのラメが入ってる、これを使います。であとはこれとこれ、これはちょっとシアー系のホワイトじゃないね、これはホワイトっぽいけどちょっとくすんだ、オフホワイトでもない、なんかちょっとグレーっぽいような感じの色で、もう一つはこれターコイズブルーみたいな感じの色です。はい、じゃあこの3色を使っていきます。かわいい。はい、でパレットにこのカラーをビーッとおっとのせていきます。ちなみに今回やるこのやり方は、まあ結構前に以前って同じこと言っちゃった結構前に動画に出してるやり方、何回か出してる気がするけど、なのでそれの色違いバージョンみたいな。うわー綺麗、これめちゃくちゃ綺麗じゃない、このラメ。かわいい。でこうやって好きな感じで色を置きます。ちょっとこんだけのせたけど、こんなに使うかな、使えるといいけど。はい、じゃあまあこんな感じにしておきましょう。はい、でこのままどうしようかな。まずこのブルー系を取ろう。こうやってグイーって取って、取ったけどその前に、しまったしまった、取っちゃった取ったけど、その前にチップに薄くクリアジェルを塗っておきましょう。薄くね。あ、取っちゃった。早くカラージェルを乗せないと。皆さんは先にあのクリアジェル塗ってくださいね。はい。はいはい、いきまーす。これを。よいしょ。よいしょ。はい、こういう感じで落としていきます。で、まあチップ、あ、じゃあ筆の上にちょっとジェルが残ってもったいないので、こうやってちょっと普通に塗る感じで優しくチップにのせます。はい、でこのままいきますよ。固めないように、固めずにいきます。でまあちょっとクリアな部分があってもいいかなって思うんで、あとはこの筆についてるジェルを、色がついてないとこにクリアの部分もちょい残しながらのせていきます。ほらめっちゃ可愛くないですか、めっちゃ可愛い。この何ラメのカラーって言えばいいのかな、これがすごいいい味を出していますね。
でこのやり方だと結構なんていうの、あの厚みが出ることがあるんで、その場合はちょっと筆で慣らしてあげるといいと思います。でクリアの部分残してって言ったけど残ってない残さなくてもいいか。はい、もともとつけてる色だからいい感じに。でこうやって表面触るときはなるべく優しく触ります。はい、こんな感じです。これで一回硬化していきます。はい、硬化しました。もうねこれだけで十分可愛いので、一応今回は以上になるんですけど、これの上にさらになんか何アート用の白とかで細いラインとかを入れても可愛くなるんじゃないかなって思います。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い何回も言うけど。でちょっと色も全体的にくすんだ色を今回は選んだので、これなら秋とか冬、まあ冬もいけると思う。これぐらいだったら可愛い。よし、じゃあこれでトップを塗っていきます。はい、では硬化します。はい、完成です。かわいい。このブルーみたいなグリーンみたいなところの色を変えても可愛くなりそう。乗せてみるとこんな感じです。このラメのカラーが効いてますね。いいポイントになって、これだったらあとはこれを 2,3 本して、私だったらこのカラー、あのラメのカラーを塗るかな。他の指はかわいいからはい、という感じで、今回はこの天然石風ニュアンスネイルやってみました。かわいいね、すごくかわいいまた今度このラメカラーもなんか動画で出せたらいいなと思ってるんで、そちらもぜひお楽しみに。では本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。